はい、こんにちは、ぐんです。ということでやっていきましょう。今回は、釣られるログ講座、エマエディションということで、エマ的には釣られるログをどんどん作成していきます。テレテレバズ、もちろんね、饒舌部屋なんですが、饒舌部屋でね、饒舌ログを言って釣られるテレテレ坊主は二流三流ですよ。二流三流のまだまだのテレテレ坊主です。一流のテレテレ坊主は、釣られるログを作り上げるので、僕に任せてください。絶対に釣られます。あ、もちろんテレテレ CO とかそういう寒いことしないよ。一切寒いことせずに、釣られる。ひたすら釣られる。初日で囲われても何も関係ないです。絶対に釣られます。まず、釣られるコツ1。根拠のない思考ロック。思考ロックはまず釣られます。もう一つなんですけど、思考の欠如。思考が飛ぶんすよね。なんか、ソフィアとニック話してたのに、いきなり最終的になぜか、釣り位置はニックとジェシカとかって言って、思考が飛ぶ。そういう、思考の飛び方をね、ちょっと再現していこうかなと思います。黒いログというもの。思考の欠如。思考開示の欠如。欠陥みたいな。じゃあ、エマ的にはジェシカが黒仲間と思って振る舞おうか。ジェシカ黒相方として振る舞います。ジェシカ黒相方の強欲ジェシカとして振る舞いましょう。強欲ジェシカなんだ。ただ人狼の相方ジェシカか。もちろん回避は猫股ですよ。当たり前ですけど。回避は猫回避します。フレディ白、ペイ白。テレテレゼロ。出ません。出ません。無駄な発言。グレーから釣りにしましょう。占いはフラット。これね、無駄な発言を繰り返す。で、あと把握漏れも黒いんだよね。占い狼も一応視野に入れます。これのね、黒いところがね、占い狼も一応視野に入れますっていうのは、ミカがフレディ白って出してるのよ。だから、占い狼って言うんだったらミカ黒でしかないのね。なのにその懸念を全く書いてない、エマは。占い狼とかね。だってミカ目線は占い狼ないわけで、それミカのシーン切るのと同義なんだよ。あ、占い狼いません。そして考え方の違いをぶっ叩く。ジェシカなぜですか？ジェシカは占い狼。見ない根拠を言ってください。お、なんかショーンが乗ってきてくれた。いや、ショーンを相方としますか。ジェシカ釣りで良くないですか。そして一度思考ロックしたら解けない。待って、これ村がでも気づいてくれなかったら俺は釣られません。とにかく思考ロックしまくって騒ぎまくる。で、これログは見落とします。エマ、ジェシカ、ちょっと相方位置探す。エマチン、その考察本気？バニラ、ここで、バニラはジェシカ黒軸だと白いかな。ここでラインつなぎに来ない。ジェシカエマに対しては殴りでも、エマのジェシカテレテレに見えじゃん。お、オッケー。お、エマに本気とは何が？バニラ、バニラがエマに突っかかる理由がない。ジェシカ黒、バニラ、いいね、いいね。ジェシカ、いまだに占い黒見ないという根拠なし。あ、根拠出してるんですけどね。ログ見落としてます、今。
出た、いいね。ジェシカは自分が殴られたら、殴った相手に、いいね。いいね。目立ってきたよ。これですよ。で、決めつけね。決めつけ。で、あと、占いに無駄に触れるとかも初日おすすめだね。村ならジェシカに黒見るくらいのログですけど、そう、村なら論ね。ただ進行論とか考え方が違うだけなのに黒塗りまくる。リリアン希望かな。バリアンに対して、やばい、リリアンが、やばい、俺前に出ないと。リリアン根拠あるだろう。ログ読んで、あと、占い、ほぼミカ新芽。フレディの、私、釣りをし、村ならやらん。村ならやらんっていうね。これいいよね。俺好き。この村ならやらないみたいな。いや、別に黒でも村でもやるでしょ、みたいな。これでジェシカ釣れたらウケるな。これでジェシカ釣れたらニックめっちゃ面白いんだけど。猫まで行くよ俺。カミングアウト。カミングアウト。めっちゃ出たー。めっちゃ出たなこれ占い狼あるから、で謎のロックね。強心黒かぶり。フェイは、盤面見てね。猫 CO 出てきたら盤面整理して考察を改めるのが普通。あとジェシカは、あと占い黒で、私で道連れ、フレディは確実に、占い黒しかない。これ
ヘマ沼死んだらめんどいぞこれ。やばい、もっと沼んないと。30秒前。うん、うん、ショーン、ソフィアの内訳に君はてるてる見るのか。10秒前。うん、村が思考についていけてなさすぎる。村がエマのね、エマに乗り遅れてる。フレディ、いいな。ソフィア、ショーンの色つけろよ。フレディ、道連れなら終わり。ソフィア、ショーンのログ勝負。あと、ジェシカは、黒、間違いないと思ったが、占いに万が一黒出てないなら、ジェシカつって。OK?めっちゃね、芯っぽく落ちる。10秒前。うん、はい、ジジエマ、さすがのエマですね。今回のエマ得点はほぼ100点だったと言えるでしょう。模範的なエマでした。よかったね。これはもう最高だったね。もう、ヘイトの向かれ方からもう何から何まで、どこまでもまっすぐなエマ。これ本気なのエマ。やばいよね、この落ち方。もうなんか最初からなんか、今日の芸術点を見ていきましょう、じゃあ。芸術点なんですけど、無駄なこの発言、占いがフラットとかいう無駄な発言ね。この、ほぼないことを最初から追い始める。占い狼も視野に入れますっていう。初日からそんな追うなよみたいな状態で、無駄に視野に入れるとか言い始める。進行論ごときでね、突っかかってきたやつになぜか黒を見始める。ただの進行論の考え方の違いなのに、釣りをしようとまで言い出すと。この辺は別にまあって感じだね。バニラに関する論は別にそこまでって感じ。ジェシカは黒だとバニラは白いってのはまあまあそうかなっていう。でも、なんだかんだ自分に対して殴りを入れるやつは人外で見えてくるエマ。バニラはテルテルとかって言い出す。ジェシカのログを見逃して、論拠なしとかって言い出す。もう、ほぼ全てがね、おー。ほぼ全てがエマリです。完全なエマリです。はい。かなりの芸術点かなと思います。リリアン黒で、あとまあちょっと続けますね。で、書いたのか読むとか言いつつ読んでない。実際読むって言いつつ反論できる根拠がないから読んでないように見えるんだよこれ。書いたのか読むって言いつつ同じことでまた殴り出すと。これは読んでない、読んでないんだよこれ。読むって言いつつ反論が思いつかなかったからもう一度同じ理由で殴ってみると。あとは、占いにだるがらみ。フレディはジェシカをなぜ白雪できるのみたいな。で、村ならジェシカ黒で見る。村ならとかいうわけわからん。これ黒でも村でも一緒だからね。別に白黒に。初日のやつなんて。村ならまともな発想をするみたいな発想がすべてまともじゃないと。まあそうだね。村ならやらんから、でいきなり占いの新芽もつけると。凄まじいですね。はい。もう、最高です。最高のエマが出たかなと、思います。エマ色。すごいね。今テルテルじゃね、白でしょ。テルテルしかないです。テルテルしかないです。さすがに。でもさ、ショーンもさ、エマ猫股シンと思ったのかな。なんで出てきたんだろうね。ショーンもショーンだよね。なんで猫股をさ対抗で出ちゃったの。出なくてよくない。エマ猫股ならさ、むしろそのまま放置でもいいレベルだよね。なんで対抗で黒出ちゃったんだろう。出なくていい場面だったよね、正直。だから出なくても勝手に潰れるレベルでしょ。こんな芯見えんべ。頭悪すぎると思ったのかもね。めちゃくちゃ頭の悪い芯と思ったのかな、エマのこと。可能性はあるよね。クソアホタレ芯エマ。まあ、あるからな、でも。でもこのログってさ、よく見てほしいんだけど、確かに釣られやすいログをしてるんだけど、でも、
何が黒要素かっていうと、別に俺相方が誰かとか想像したわけじゃなかったのよ。誰を守るためにやってるとか、黒りのある行動しようとかって言ったわけじゃなくて、ただただ思考ロックして人の話を聞かないっていう行動しただけなのよ。でも思考ロックして人の話聞かないって別に村でも発生しうることだから、正直これを根拠にするのって本当は人狼ジャッジメント的には微妙だよね。多分エマみたいな人間が実在したら、この人ね、こういうことを言い出すような人がいたら、多分村でもこのログ出すで。まあ実際あの村じゃなかったんだけど、こういうログ出す人っているから、エマがじゃあ黒ならどこが相方なのかっていうのが見えんときついよね。まあもちろんあのそういう意味で初日指定して役職開示させるっていうのはありだけど、ちょっと微妙だよね。エマが黒ならどこに相方がいるんだみたいなのが精査できないよね、これだと。まあジェシカじゃなさそうだなぐらい。なんかバニラとかは相方ありえるよね。こういう人いるから結局。黒に対して得なムーブをしたかっていうと別に得はしないし、村が得じゃないことを言い続けたかっていうとそうじゃないから、ただの思考ロックと話を聞かないっていう、誰でもってか、まあ起こりうるログだよねこれって。怖いね、だから人狼ジャッジメントは。初日の釣りがいかに微妙かって感じだね。初日釣りで黒当てるっていうのって明らかに黒りのある行動とかそういうのだよね。別にエマがジェシカに噛みついたのってさ、最初のさ進行論の違いだけなんだよね。別になんか黒だったら進行論に噛みつくかっていうとそうは限らんから、なんなら進行論とか噛みついてる時点でなんかいまいち黒じゃないよね。あと昨日エマ釣るべきじゃない気がするかな。なんかソフィアかショーン釣っていいんじゃねえかなって気するけどね。エマ釣りする名はまあないわけじゃないけど、なんかソフィアかショーン釣ればよくねみたいな。エマってさ2つ対抗出てきてる時点でさ、まあ占い黒見ない限りはさ、ソフィアショーンにさ、なんかまあしかもテルテルが猫股で出てこないから、普通ソフィアショーンに人狼共振って考えるよね。だったら誰が、じゃあエマなんて2対抗出てきた時点でテルテル確定みたいなもんだから、なんかテルテルに名はあげるよりかはなんかソフィアとかショーンとか釣った方が本当はいいんじゃねえかなって気がするよね。だって意味なかった、あれあの時点で村もちょっと脳死気味だったよね。エマにシーンは絶対に見れんけど、ソフィアショーンを精査はしたくないみたいな。多分精査しようと思えばできたとは思うんだけど、それだったらさ、まあ今なんか放置しててもよかったわけだよね。縄をさもう一縄使えたわけじゃん。例えばここでショーンが例えばギでショーン釣ってましたとってなれば、まあ今日一縄使えたよね、どこかに、とかまあ考えられますね。あとすごいね、リリアン黒だったらミカちゃんと囲わなかったね。うん、囲わない方が強いかもしんないしね。あとはリリアンが何かによる、よるかな、まあ、多分カリウドだけど、ステ、あーなるほどね、饒舌か。難しいなこれは、難しいね。これさ、バニラ釣るよりもさ饒舌カリウド使用させた方が良くないかって気しない？猫を決め打ちするか饒舌カリウド使用だよね、ここは。だって饒舌で使用しなくても別にワードで死ぬんだからさ、場合によってはやばいワードとか来たら死ぬから。
うん。今の対抗の新猫釣りか。まあなしじゃないけど。すごいな、なんかリリアン黒釣れなそうだな。リリアンもさ、ちょっと微妙だったよね。リリアンさ、なんか微妙に俺擁護してたよね。エマ擁護してたよね。普通にエマ釣れよみたいな感じだったけど、なんかエマみたいなカミソリみたいなログ出すやつってさ、ちょっとあんま殴りたくないんだよね、人狼だと。でこれ見てよ、だってこれこんなログでさ、なんか話しかけてきて、なんか叩いてくるやつに対して殴り返すカミソリみたいなやつとかさ、正直人狼で触れたくないよね、あんまり。だからこういうログに対して触れるけど、エマに対して質問はするけど、エマに色付けまではしてないじゃん、リリアンって。最後の方でようやく言ってるけど、エマってジェシカのそこだけの要素で釣りたいのみたいなので終わってるんだよね。それだけしか言ってないんだよ。でまあ猫股が出てから、エマテレテレじゃないかとかって言い出してるんだよね。なんでこの段階で言わないのっていう。こんなカミソリみたいなやつに触れたくないんだよね。触れるっていうか殴りたくないよね。触れ質問ぐらいはまだしも。30秒前。10秒前。30秒前。さあどうなる。そう、こういうやつに絡まれるとしょうがないからね。あー、これ勝ったんじゃないかな。いや、でもリリアンまでな、回んないかな、これ。リリアンにな、回るかな。これ、意外と勝てるかもね、人狼。あと2縄しのぐのか。まあ、1縄はバニラに寄せて、もう1縄は、でもこれ多分、饒舌狩人使用させられる、されるよね、多分。だから圧迫されるんだよ、饒舌狩人に。でそれ対抗レベルじゃ絶対勝てないから、まあ今日饒舌狩り抜くしかないよね。で誰も CO させないみたいにして、あとワードで祈るみたいな。リリアンはなんで猫まだれ出たんだろうね、本当に謎だな。どうしてそんな勝つ自信あったのか、ショーン。勝つ自信が終わりだったのかな。で、フェイが死ぬと。フェイって確かフレディの初日白だよな。あ、フェイ狩りか。狩り抜けたか。おはよう。おはよう。マリアンヌ黒。バニラマリアに名は寄せれるかな。なんかいい感じにリリアンラインなかったよな。あ、でも、ソフィアの話してんのか。うわー、リリアンのログがあんまり上手くないな。リリアンのログがあんまり良くないね。ショーンのログはリリアンとはいい感じにライン切ってるんだけど、リリアンのログが悪いね。
昨日の初動からショーン釣り押しが早かった。ミカ強振しようか。まあニックとどこかむかな。ジェシカ、いやこれ結構きついな。これきついね。カムの髪きついな。リリアン黒見てない。すげえな。すごいね。延長希望。ニックソフィア確定しろなのか考えて。ミカシン見てるならマリア三人の日に連れますが。すごい、リリアみんな黒切ってる。みんなリリアン白置きしてて草。まあ難しいかな。でもしいね。猫ガチャあるのか。まあそうなんだよな、結局猫ガチャ 50% だけど。すげえ、ニックもダメだ。みんな結構迷走したな今回。エマの毒にやられてる完全に。すごいもんな、この一文でなんかもう釣りたくなる俺も。何が占いがフラットやねんって。人狼殺やないんやぞこれ。人狼殺さめちゃくちゃ多いんだよ。人狼殺の意味不明なのって絶対占いがフラットって言うんだよ。それ言わないと、なんか、いや人狼、なんか占いフラットって言ってないみたいな。占いについてどう思ってるか気になる。これはライン切りかもみたいなこと言い出すんだよね。俺、VC 人狼の方がね、めちゃくちゃな気がする、なんか、正直。え？フェイ饒舌で見てたんだけど。バニラつっちゃいそうだな。フェイ・カリウド見てるよね。っていうかな、バニラも護衛理由とかワードなかなか。これ地上からすればバニラが
うん。まあ、ジェシカ、マリア髪ですらいいよね。いや、待てよ。これさ、ダメだな。あ、ダメだ、そのコース。まあでもグッチョブ起きても、ん？ちょ待ってよ。これでジェシカ釣りじゃん。で、バニラ噛まずにマリア噛むじゃん。その時点でもうダメか。じゃあバニラ噛まなきゃ無理だ。だからバニラは今日釣るべきじゃないんだよ。わかるわかるわかるこれ。これさ、バニラを残して、例えばジェシカ釣るじゃん。まあジェシカは村じゃん。そしたら噛む位置って、まあマリアかリリアンかニック。で、バニラにニック確定護衛みたいなことやらせといて、どうだろうこれ。あえてミカ噛むか。あえてミカ噛むとか。あえてミカ噛めば。あ、あえてミカ噛めばいいのか。バニラ残したら。バニラで、まあごめんごめん、ジェシカ釣りになってグッチョブ起こさせたらまずいからマリア噛んでってことはリリアンバニラだけになるじゃん。でリリアンバニラになってミカはリリアに黒打ちせざるを得なくなるのね。リリアンバニラソフィアニックで5人で、これミカを釣るとなると残り3人になるのね。じゃあ残り4人か。霊能ソフィアリリアンバニラになるから、そこで霊能神しかできずにグッチョブ起こされるから多分勝てないんで、それだとジェシカを釣ることになってもどうせバニラ噛まないとダメそうな気がする。どういう場合でも。ジェシカ噛まれてミカ噛んだらどうなる？ミカ噛んだらバニラは？まあそれでもマリア釣ればいいのか。最終日に勝てるな。だバニラ噛まないとダメだこれ。バニラ釣るのダメだよこれ。まあ、バニラは、バニラ神かな、ここで。まあ、リリアンがバニラを噛みます。で、ミカ、シンか、ギカで、まあ、バニラ噛むでしょ。てか、バニラから来たの出るのがきついな、カリウドが。シンカリここ出たのきついね。初日囲い、なしみたいになるから、せっかくバニラ囲い1っぽくできてたのに、きついよね。めちゃくちゃもったいないね。おはよう。リリアン釣りして明日マリアみたいな話されるってことか。まあ、やっぱ黒打ちダメだったな。強振しようか。やっぱ黒打ちせずに強振しようする勇気も必要だな。
エマ狂信とか言い出すしかないかな。本当はジェシカが黒相方のつもりログ作ろうと思ったけど、ジェシカがおもしろそうだったから喧嘩した。まああれかな、リリアの主張でできるとしたら、ミカが共振しよう、ん、ミカ義で追うなら共振しようするでしょう。シンだから、いや無理だな、ミカ進行者無理だな。ミカも義でマリアも義のコース、ミカ義でマリアに黒打ってたらアホでしょっていう主張ぐらいしかできないかな。もう実際アホだもんね、まあ実際アホだから。でもニックはそうでもないと思ってんのか。なんじゃそりゃ。で昨日マリア釣りしないとアウトだったな、そもそも。昨日ジェシカ釣りがアウトだったな。まあバニラ狩りっていうのもな、運が悪かったな。まあ絵巻は何も関係ないですけどね。私絵巻は何も関係ないです。顔出しのカメラの容量が限界になったので、ここから顔はありません。だから初日私とショーンの相方否定してたじゃないマリア。延長希望。まあ無理でしょ。まあもう100無理でしょ。で俺だって時短してリリアン釣っちゃうけどな。もう逆囲い見ないんじゃね。まあやる意味ないよ。そう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 、それフレディ。
マリア、ショーンなんてありえないの、教師の黒内ねって逆振りするんじゃね。ミカの立ち回りだと何が正解なんだろうな。俺だったらワード言うかな。まあもうそれぐらいしかないよね、もう。ワード言うとか。1分前。30秒前。こんなん考える余地ねえだろ。村勝ちか。まあショーは猫使用しないでよかったね、普通にする意味がなかったね。ここはどういう、エマ猫シンとか見るか、普通見れないけどな。ありえんでしょ。まあさすがにって感じか。エマちゃん頑張ったよ。頑張ったよね、猫引きずり出して。ということでジジイ。